どうもー。イベントプレイチケットでイベント戦を打ってみています。麻雀最強戦 2017MJ 予選、赤木です。チケット券もらったのがあまりに久しぶりで、久しくゲームに触っていません。チケットもらっても結局打たなかった。1日限りのチケットは1日打たないと期限が切れるんで、これはちゃんたと言いたいとこですが、ドラが多そうなのと、まあちゃんたに自然になってくれたらいいなと、自敗でも重なって真ん中を自然に処理していって偶然急走を引くみたいなちゃんたになればいいけど、親は初をポン。これはまあ連チャン狙いの初ドラ1、初ドラドラ。何でもあります。イーシャンテンダが。さて、こっからどうしよう。ちょっとピンズが場に出ていなくて、ピンズ高いんで、9ピンじゃなくて E マンから外して、ちょっと様子見です。左はこれ食いたんでしょう。ソーズはまあ安いですね。E層は安全層。まあリーチが来ても。三人に共通安牌っぽいですね。いいそう。右はちゃんたっぽいけど、ピンフっていう感じもする。上は、初ドラドラ、ゴッパー。ピンズちょっと嫌なんで。左はクイタン狙う以上は、ドラ2枚はあるでしょう。実際は、かつ三色ドラ1。まあ、似たようなもんです。三色は偶然ついただけで、とりあえずこう、レンチャン狙いの、ニックゴッパってやつです。お、ちょっとあんこ系とソーズが見えるぞ。親は引き続き上。ドラは9層。3人とも、八百中から捨てている、ピンフ系の捨て牌で、自牌は、トンと初。ただ今、トンスルーしたんで。あ、ハクか。このハクはそんなに脅威に感じないんで、まあ、ドラが固まっていれば高いけど、ただあくまでドラで点数高いってやつで。一応シャンテンに取るが、この手どうしましょう。テンパったけど、イーソーの感もないし、ちょっと一巡様子見たいんですけど、ペイも、いや、即リーかな。ウーマン引いて両面っていう可能性はありますが、即リーチ。もう手代わりが、ウーマン引いて両面待ちぐらいしかないんですが、この親の追っかけは、正直分が悪い。うわ、それでもこんなこともあるんで、これは上がったっていうよりは直撃を避けられたっていう分に助けられた上がりです。
とにかくなんちゃ、親は左、ドラ、ローマン。ちょっと端っこに寄ってるけど、想図を遠くに見ながら、リーチ、ピンフ、ドラドラとかでもいいですし、ゴロチなんかができるかもしれない。今のところ3人とも端っこから切ってるピンフ系の捨て牌なんで、クイタン、闇ピンフ、自牌のみのどれか、あ、ごめんなさい。クイタン、両面リーチです。両面リーチか、自敗のポンか。泣くんであれば、クイタンの地位あたりのどれか。自敗は、初、トン、くらい。まあ、両面リーチが濃厚ですね。1,2,3 でチー。これは読まれそうなチー。ちゃんたの捨て牌、本一の捨て牌ではない以上は。まあ、途中からピンズに寄せたのかなとは。手の中から8,4と。8,4、あれ？ここでチーと一に完全固定。止め手じゃないですね。だし、ウーピンなんで、ちゃんたの方に行ったのかな。ヤンソー、スーマン。どれがいいのか。残り2枚。ちょっとチートイツ完全固定で、少しでもメンツ手を見てた人は今の数層結構いい数層なんですが、まあ、チーマン1枚切った以上はもうチートイ完全固定と、トン、トンちょっと切りたくないっていう、左はダブトンの後付けっていうのもあるんで、ただドラとドラとトーン3枚とも切りたくない。唯一系だったら赤嘘かなって感じです。うわー、ちょっと待って、まあでも泣かれた結果論か。ロン妄想とトーンがロンパイ、まあ、トーンはおそらく親のダブトンの後付けだと思うんで、ちょっと親の手が逆、何にも狙ってなさそうなんで、ダブトンの後付けかな。お、これはいいぞ。トン一泣きして、ダブトンのみ。おう、これはもう4面積1ジャンとかも見えちゃってるんで、しかもさらに広くなって、あとはカンチャン嫌うだけ。相手からリーチが来る前にさっさとニックで、はい、レンチャンと次に行きたいですね。長引く手じゃない、できれば60以内にローンと、安いですけどローン、次の曲と行きたいんですが、ちょっとテンパっていない。老朽層は3-3。上は間違いなく掴めば出ますね。なので4人中2人が老朽層を掴めばいい。まあ、9層も端っこの範囲なんで、出てきてもおかしくない。まあ、偶然ちゃんた、まあちゃんたは偶然つけば、そりゃちゃんたにしますけど、そこまで狙ってない。トン3曲、親。トップなんで、もうちょっと1300点の2茶がいるんで、
ここは1500でも2000でも上がっといて、流局で天敗の点でひっくり返んないぐらいの点差でボーナスにつなげたい。なのでここで1500の上がりは意味ありますね。ただ上がおたかぜの難を民間かかん、これはちょっと理由を考えないと。なんでかかんしたのか、もう完全に攻める、攻め一辺倒の手だからっていう風にしか思えないですね。この左の人が、4茶の左の人が親がなくて、民間するのはわかります。2茶の人がするってことは何か理由があるんで、まあもうすでに天敗でさっさと早く上がれそうだっていうパターンかもしれないです。ちょっと上ソーズ1枚も切ってないんで、少しちょっと気にしすぎだとは思いますけど、この手あんま上がれる気しないんで、まあ偶然天敗クイタンでも、泣きを使ってクイタンで上がれれば、ほんの字かなと思ったんですが、リーチ。親なので突っ張りたいと言いたいとこですけど、この打点とこの手格好で、攻める意味あるかなって考えちゃいますね。スーチーピン。カッコイーピンですね。スーチーピン、カッコイーピンは、切らないんで、ただ3ピンが3枚見えてんで、イーピンはやや薄いかな。あ、切れてるか。ってことで、スッチーピンだけは絶対切らないんで、スッチーピンで天敗は、あ、ちょっと、チー。スッチーピンだけを回避してればいいんで、あれ、ちょっと、あら、チーソー論敗だ。ちょっと、安いと思って、あ、いいよいいよと思ったら、クソ高い。なんか前回もこんなパターン。ちょっと今、ロン食らった瞬間に、まあ、そのぐらいで、次の曲行くんだったらいいなーなんて舐め切ってた発想だったんですけど、お互い手に振っちゃいました。いやーもう万事休すかな。上はなんドラ3、早上がりプラストップ確定。先手上がって3茶がいいとこかなと。流局してくれて、あ、でも流局でも私が脳天、向こう天敗だとダメですね。なんか上か左から、羽マンみたいな、直撃して、結果、サンチャーとか、そういう流れもいいかな。あとは追っかけまでたどり着ければなんですが、この手格好で追っかけまで、さて、たどり着けるのかって話ですね。なんとか5ロチぐらいは、トップ見るんだったら5ロチぐらいはつけたいんで、こっからローマン、チーマンを引いて、タイヤを3式ぐらいに行きたいんですが、ダメ。まあ親の時のマンガン振り込みが全てですね。右がスーチーピンだなぁと。実際はチーソーが囲まれたんでチーソー待ちだとは思いますけど、親右がスーチーピンと、
じゃあ、スーチーピンだけ切らないように食いたんでテンパイ上がり拾おうと思ったらロン食らったと。あそこで、ちょっと我慢して。左を全く見てなくてリーチ者ばっかり見てたっていうのがあって、そこでこう、一踏ん張りして、脳天でオーラスで勝負しようぐらいの余裕があれば、あのローンは回避できたんじゃないかなと思いました。どうもありがとうございました。自分が親の時に漫画振ったあの曲、で、はい、オープンして見てます。私も初見なんで、私が一応、トン3曲トップで、親。右は、次が親なんで、リーチドラドラでも上がっとけばと。上が結構面白そう。端っこに寄せたいですね。左は、国士系。ね、左悪いな。よくぞここから上がりに繋げたなって感じです。右は単品系でドラ2枚使って。上はチャンタに寄せるか染まるか。上が、あ、ここですね。この難ポンは、もう手格好に、役が確定してるからのおたかぜポン。なるほど。それはちょっと思いつかなかったですね。で、上は1300上がればいいんで、この白のみで、1300の一本場上がれば、オーラストップになるんで、ただ、果敢はちょっと私は今のところ疑問ですね。これです。あれ、一応待ったぞ。あ、考えてるんですね、一応。この点数で、自分が2茶で、2茶なので、果敢して3茶4茶に使用を送る必要はないので、何故果敢したんだと、売ってる最中思ったんですけど、手格好を見ると、ああ、なるほどね、と。しかも一巡迷ってるんで、どうしようと。ここで、形が良くなったんで、カーンと。もうこの手は、各ドラ1。しかも3巡目で、イーシャンテン。まあ、ちょっとペンちゃんが嫌ですけど、まあ、数層にくっついて、両面両面のイーシャンテンにはなるだろう。手が早くて、手格好にも役が確定してあって、上がればトップになる。意味のある上がりなんで、加感して。いつも一個でも増やそうと。手格好を見るとわかりますね。手格好を見ないと、え二茶の人が加感すんのって思いますけど、手格好を見ると理由がわかるんで、まあ当たってるでしょう。これで、より、いいシャンテンになって、私は若干、クイタンも見て、あ、まだ見てないか。左、よくぞここまで手格好を持ってきたなっていう。まだ三シャンテンですね。三シャンテン悪いんですけど、あのハイパイから見るとよくぞここまでっていう感じの気がします。私は想図が切れてないので、なんとなく上に対して想図嫌だって言ってた曲なんですが、右は、まあ、単品系ですね。オロチ系の単品系。しかも、ちょっと、果敢で、ドラが増えてしまったのが、厄介。ちょっとこの数層は上の層図があまりに切れてないんで、なんか嫌だっていう、数層残しです。お、いい感じの手格好。ああ。私、スーチーピン言ってたんで、一応、リャンピン、サンピンがこの後重なって、ジャンとなれば、スーチーピンと。
なりそうですけど、実際はチーソーが囲まれたんで、お、あれ、あ、本当に数値一品で合ってますね。あれ、じゃあ読みは当たってましたね、数値一品。あれ、チーソーが囲まれたんで、チーソーは他の人、あ、上か、上がチーソー待ちってことか。なるほど。右はスーチーピンのメンタンピン、ドラ、ドラ、ドラ。上はハック、ドラ、1、チーソー待ち。私はスーチーピン切らないって言ってたんです。逆に言うと、ちょっと上のテンパイ、左のテンパイ、ちょっと左は張ってませんけど、上張ってますね。上のテンパイはこの時点で全く視界に入ってなかったんで、私の視点は、いやいや、このリーチばっかりですね。上と左は、テンパイしてるかわかんないんで放置でした。なので、スーチーピン以外は切らなきゃ、まあ、全部通るわけです。なので、このあた、スーチーピンを切らないでテンパイできると思ったんで泣いたんですよね。そういう記憶があります。これかな？あ、ここ泣けば、スーチーピンを切らずにタイヤをイーシャンテンダーと思って泣いたんですが、左が偶然貫禄ピン待ち、上が偶然、こんなペンチッソー待ち、あ、チーソー短期待ち。ローピンもチーソーも論敗です。高い方に振り込み。これは後付けではなくて、スーチーピン、たまに、リーチの読みなんていうのは、多くは当たらないんですけど、たまに一点読みできる時があります。これは読みだっていう。まあ、そこが当たってるかは一回置いといて、このパターンは、右のリーチはスーチーピン、カッコ E ピンだと。ただ3ピンが薄くなったんで E ピンはないかなっていう感じのスーチーピンだったんで、かなり一点読みしてたもんで、スーチーピン以外は全部通るなと。で、たまたま今リアンピンが左から出てきて、あ、これは、そこを抑えた、スーチーピンを抑えたまま、クイタンのイーシャンテン、まあ、2差し。日差しがつけば偶然ですけど、クイタンのイーシャンテンになれると思って動いたのが、運の月でした。せめて、チーソーを切って、まだ少し安い方に振り込むぐらいの、感があればよかったんですけど、偶然高い方に振り込んで、この曲は、ラスへと。そんな一曲でした。いつも見てくれてありがとうございます。また、気分次第で配布つけたり、気になった曲あったら見てみたりしたいと思います。どうもありがとうございました。